オリンピック選手並みだと言われてます、うん、はいどうもこんにちは、笠原です。酒井です。今日はワンちゃんの視力ですね、こう目のお話なんですけれども、ワンちゃんを飼ったことがある方、飼ってる方ならもしかしたらそのワンちゃんの目ってこう視力が弱いんじゃないかとか、色をあまり識別できてないんじゃないかっていうお話、一度は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですよ。なのでそのあたり本当なのかどうなんですかっていうところを店長にちょっと教えてもらおうかなと思います。やっぱり視力としては良くない、うんうんうん、あ、そうなんですか、うんうんうん、まあ、0.2 とか、うん、結構低いんですね。そうそう、 0.3 とか、うんうんうん、まあ、その前後くらいじゃないかっていうのは言われてます、うん、これって、まあ、人間で例えると、うん、まあ、運転するのには眼鏡かけなきゃいけないし、うん、はいはいはい、まあ、普段、まあ、仕事とか、うん、まあ、学校とかそういう勉強してる時なんかでも、うん、まあ、普段の生活の中でもちょっと支障が出るレベルに目が良くないっていうことにはなってくるよね、うん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 。そもそもワンちゃんってその視力を測ることできるんですか？これはね、病院の先生に聞いたんですけれど、うんうん、しかるべきところでそういう検査を受ければこれくらいだなっていうものは分かるみたいです、うん、あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあうちの子何度っていうのは一応出るんですか？データ出るみたいよ。あ、そうなんですか、うん、もちろん、うん、じゃあ僕たちが測りましょうとか、まあ、多分ね、一般動物病院でも測ってくださいって言っても、いや、うちじゃ無理よっていう、うん、まあ、それくらいちゃんとした大学病院とか、はい、とかなら測れると思いますよ、みたいな、ね、まあ、研究目的みたいな感じですかね。そうそうそう、そういったことは言われましたね、うんうんうん、でもさ、うんうん、ワンちゃんって結構見えてると思わん？まあ、だって人もこう区別できてると思いますしね、うん、そうなんだよね、全然ボールとかもはっきりと追いかけていくんで、そう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 、だから、うん、多分あの子たちは人間の視力で言うと 0.2 とか 0.3 なんだけど、分かってんのよ。でこれはなぜかっていうと、これ、まあ、これは僕の個人的な考えなんですが、動体視力めちゃくちゃいいんです。動体視力、うん、なんか聞いたことはあるんですけど、うん、例えばボール投げた、うんうん、そのボールを追う、うんうん、そういう視力については抜群にいいですね、はい、あ、だから結構スポーツ選手、野球選手とかね、そう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 、大事な能力ですよね。あのオリンピック選手並みだと言われてます、うん、あ、ワンちゃんは、あ、そうなんですか、うん、でこの動体視力がめちゃくちゃいいから見えてるというような推測ができるのかなと思ってるんですね、うん。視力は弱いんだけど動体視力はいい。そう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 。でここでもう一つ、うんうん、やっぱり人間と犬は違う生き物なのよ。その人間の視力では測れないものっていうのがやっぱりあって、うん、で人間、まあ、ここにあるじゃん、うんうんうん、犬って、まあ、人間で言ったらこう離れてるのね、うん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 、でだから焦点合わないのよ。ああ、そっかそっか。物をこう立体的に見る力っていうのがそんなにない生き物、そうなんですか、っていう言い方はできると思う。草食動物とかは結構横についてたりするじゃないですか、シマウマとか、はい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 、でもそこまでは横じゃないですよね。そこまでではなくて割とまだ前の方ですけど、人間よりはこうちょっと横っぽい。そうそう、で実際人の場合だと大体180度くらい、あ、視野が、うん、視野180度くらいっていうんですけど、はい、犬の場合は270度、めちゃめちゃ、え、めっちゃ見えてるんですね。もう僕の手がね、いかないレベルで見えてるんですけど、はいはい、でこれはシマウマとかになると、うん、確かだよ、確かだけど、うんうん、340とか、うん、もうかなり見えるはずなのよ。もうあれですね、視覚がないですね。そうそう、こう振り向き、これくらいでもう全部見渡せるっていう感じなんだけど、どういう世界なんだろうって思うんですけど、だからここはね、やっぱり人間とその他の生き物との差っていうことになるんじゃないかな。うん、であとついでに言うと、うんうんうん、暗いところで、うん、じゃあ犬の視力ってどうなのっていう話なんだけど、なんか暗いところは強そうな感じしますね。強いんですよ、ね、視力いいんですよね。そうそうそう、だいたい人間の5倍ぐらい見えてるって言います、うん、あ、そうなんですか、うん、なので暗いところはそんなに苦にしないですね、うん、ワンちゃんたちは。いや、なんか音とか匂いでそれもこう空間の認識するための情報として使ってるのかなと思ってたんですけど、もう目だけでもやっぱり暗さには強いんですかね。実際もね、強いです。あ、強い、うん、他の嗅覚だったり、うんうん、聴力だったりその辺も優れているので、もちろん補ってはいると思います、うんうんうん、でただ視力自体もその暗闇については人間よりも見えてるよっていうのが言えますね。ただそれもさっき言ったように、うん、立体的に見えてるかどうかって話をすると、うん、果たしてっていう感じだよね。今のは視力の話だと思うんですけど、色の話ってどうなんですか？色はね、うん、実際分かんないんだって。
あ、分かってないんですか今。あの人間の研究では、うんうん、現状まだ色が分かってるかどうかっていうのが分からないっていうのが、うんうん、あ、そうなんですか、うん、いやなんか調べるとよく何色とか青とかは見えやすいとかっていう情報出てくるじゃないですか、はいはいはい、さっきの視力は見えてるかどうかっていうのは、うん、あの実際問題できるらしいんだけど、うんうん、色の識別分かってますかっていうところについては、うんうん、現在の研究では分からないっていうところが答えになっている。そうなんですか、うん、僕は個人的には、うんうん、分かってるのかなっていう気もしてるんですよね、うんうん、魚の世界でもあの同じようなことが言えるらしいんだけど、うんうん、海の生き物ね、うん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 、いろんな色がついてるんだけれども、うんうん、毒を持っている生き物って、うん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 、まあどぎつい色してるじゃん。あー、まあなんかなんだカサゴとか。カサゴも、カサゴもそうだけど、うんうん、微妙なとこ行っちゃったタコとか、うんうん、イソギンチャクとかで、はいはいはい、あのめちゃくちゃすごい毒持ってるやつがいるんだけど、ね、結構、うん、あの子たちって言うとあれだけど、うんうん、あの綺麗な色してるんだよね、うんうん、あの紫とか青とか、うんうん、でそういう子たちって大体どぎつい毒を持ってるんだけど、まあ、確かにそうですね、変わった色してますよね、うん、毒を持ってる魚。そうそうそう、でそれっていうのは、うん、自分たちで色をつけることで食べないでくださいねとか、うんうんうん、毒を持ってますよっていうことを周りにアピールして他の生き物に知らせてると思うんだよね、まあ、自分の身を守ってるってことですよね。そうそうそう、毒を持つことでね。だから魚の世界でも、まあ、魚の世界というか海の世界でも分からないんだけれども、なんとなく分かってるからそういうことしてるのかなって思うところもあるし、でも犬の世界も現状分からないんだけど、まあ、同じような理屈で分かるのかなみたいな、まあ、確かにそういう言われたらそんな気がしますね、うんうん、かなって僕個人的には思ってます、うんうんうん、まあ、タコだって結局色変わりますもんね、うんうん、あ、そうだ ね、 ね、あれは色をちゃんと認識してるのかなって気はしますけどね。そうだよね、だからああいうその生き物でも認識できてるってことは、うん、まあワンちゃんたちも認識できてていいんじゃないっていう、うん、そんなちょっとへりくつ的なまあ海の生き物とワンちゃんがまた違うってこともありますけど、そうそう、違うんだけどへりくつ的な感じで見えるんじゃ、うん、っていうのを思ってます、うんうんうん、人間って結構視覚の情報ってすごく大事じゃないですか、うん、そうだね。ワンちゃんってどっちかというと視覚よりも聴覚と嗅覚でものすごいこう情報を得てるなって思うんで、うんうんうん、まあ、そういう意味では、まあ、視力にあまりこう頼ってない生き物なのかなっていうふうに感じるんですけど、確かにやっぱりその視力をなくしてしまう子、うんうん、まあ、その白内障っていう病気だったり何らかのそういうもので、うんうん、視力を失ってしまった子っていうのは僕もたくさん見てきてるけど、うんうん、まあ、うちも今ケイティがね白内障も進行してるし、ね、前に飼ってたワンちゃんもやっぱりダックスだったんですけど白内障で若くして視力を失ってますから、うん、実際そういった子たちを見てた時に、うん、じゃあ視力がないから不幸せそうなのかなっていうのは僕は全然感じなくて、感じないですよね、うん、結構なんかそれなりに楽しく生きてるっていう、うんうん、そうそうそう、今まで自分が目が見えてたことをあまり覚えてないというか、もうさも最初から見えてませんでしたっていうような生活の仕方をするんで、うん、そうなんだよね、うん、だからあれすごいなって思うんですよね。あのスーパーポジティブなあの生き物っていうとあれだけど、うんうんうん、まあ、あの本当に見習わないとなって思います。まあ、そうですよね、まあ、うん、でもちろんその視力を使えないから恐る恐る歩くようなところはもちろんあるんですけどね、うんうん、そういう意味ではやっぱりワンちゃんってすごい能力を持ってますよね、うん、もうポジティブっていう能力が素晴らしいなって思いますね。もうそうやね、うん、あのもしそういう何か能力値があったとしたら、うんうんうん、もう全員ポジティブプラスみたいな、うんうんうん、あのそういう能力は持ってそうだよね、うんうん、はい、ということで今日は犬の視力が良くないっていうのは本当なのかっていうところを店長に教えてもらったんですけれども、まあ、僕ちょっとね意外だなと思ったのはやっぱりね視力は弱いんだけど動体視力で補ってるっていう話は結構、うんうん、あ、そっかっていうふうに思ったし、あと視野角めっちゃ広いんだなって思いましたね。200何十度、だから今度試してみるといい、うんうん、あのおやつ、おやつ両方持ってこう、こう、はい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 、どうかな、逆か、こっちからか、どう判断したらいいんですかね。こっちから、このワンちゃんがね、はいはい、頭がこっちにあるとしたら、はい、ね、あの、この、うんうんうん、このワンちゃんがこういたとしたら、うんうん、こうおやつ持って、うんうん、こう、あ、後ろからね、後ろから、はいはい、こう、こうかっと270度みたいな、あ、難しいな、その判断が、まあ、難しいか難しいですよね、一瞬で判断しなきゃいけない、はい、そうそうそう、よかったらやってみてくださいはい、ということで今日の動画がためになった方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
また次回の動画をお楽しみに。バイバイ。バイバイ。店長ってずっとメガネかけてるじゃないですか、うんうん、そのメガネっていつから持ってるんですか。え、このメガネってこと？このメガネ、うん、このメガネは3年くらい前に、うんうん、子供に踏み壊されたから、そうだそうだ、もうみっちもさっちもいかないっつってすいませんちょっと遅刻してもいいですかっつって あった買いに行った。ありましたね。はいはい、はい、そうそう、店長今メガネ買いに行ってますそう、もう本当にみっちもさっちもいかなくなってしまってまあ、コンタクトとかもないんで、ね、いやコンタクトは、うん、昔学生時代の時はしてて、うん、あ、そうなんですか。まあ、今は持ってる一応、うんうんうん、そういった時用に持ってるんだけど、その時は持ってなくてたまたま。そうなんですか、うんうんうん、もうダメだって言ってあのお客さんをこうやって、はい、こうやって見分けないといけないっていう話になっちゃうからうんうん、うん、あのちょっとすいませんって抜けさせてもらったからの、その、はい、あそこから愛用してるんですね。こちらを使ってますね、うん、はい。うん、どこで買ったんですか。あれですよ、メガネの原田。ああ、はいはい、はい、あの女の人がこう、あ、そうそうそう、なんか看板になってますよね。あちらで購入させていただいた。あ、そうなんですか。まあ、普通のメガネです、うん、じゃあまあ店長と同じメガネを買いたいという人は、はい、メガネの原田だいるそんなある。いや、あると思いますよ。マジですか。じゃあそちらで会いましょう会いましょういや、そろそろ買いに行こうかなと思ってるからさ、はい